黒駅長です。こんにちは、そしてこんばんは。今回の動画は横浜元町に並行に通っている元町中通りに焦点を当ててみましたよ。で、ね、この通りは奇抜で魅惑的な店が多いです。そんな裏元町を今回通ってきましたよ。でね、元町中華街駅から元町入口を入ってすぐに元町プラザがあります。でその先をすぐに左折して次に内木パンの角を右折して、そこから先が今回の元町中通りになります。で最初のお店はここバーレザーラッシュさんです。ここは土日が15時から、平日はね、月曜から木曜日が18時から金曜日が17時からオープンだそうです。で月曜定休です。でマスターはねスカッシュでマスターズ優勝したというリオさんと、スコットランド人の奥さんポーリンさんとお店を切り盛りしているそうですよ。自分が行った時はね、店のスタッフの方がいました。で、その方もネイティブな英語を話していて、驚きますよ。で、お客さんも自分が行った火曜日もそうですが、土日などはね、外人さんが非常に多いそうです。英語力をつけるにはいいお店ですね。もちろん日本語も OK ですよ。皆さんもぜひ行ってみてはいかがですか？ここはね、アーユルヴェーダーというインドの伝統的な医学に基づいた食事を提供してくれるお店です。パッと見ですが店内も非常に落ち着いたインテリアで、5つ星ホテルで収納を積んだっていうシェフがもてなす料理はね、どれも絶品だそうですよ。ここは個性的なハーブと魔女のお店としてね、1985年に横浜元町に誕生しました。でね、お店オリジナルの魔女とね、インポートの魔女たちが店内に多数在籍していらっしゃいますよ。でキッチンウィッチっていうのはね、台所の魔女っていう意味ですが、家の守り神としてね飾る魔女人形のことです。で西洋では魔女はね、ハーブを使って人々の病気を治す薬剤師のような人たちでした。でお守りとしてね、台所や玄関に飾るといいそうですよ。ハンバーガー・ジョーズさんはね、元町でも有名なハンバーガーとチーズケーキのお店です。他にもホットドッグやワッフル、マラサダなどがありますよ。で、自分はあえてホットドッグを食べてみましたが、ジューシーで大変美味しかったですね。おすすめです。
guess I thought I needed more time to protect my love from potential offense. So I 店の雰囲気もとてもいいでしょ。アメリカナイズされていていい感じですよね。やっぱり雰囲気は大事ですよね。ここはね、元町と代官坂通りに店舗を持つスタージュエリーさんがプロデュースするカフェ&ショコラティエです。で、1階はペットとカフェを楽しめるテラス席がありますよ。そして2階はね、ブライダルラウンジがあって、ブライダルリングなどをね、制約した人が対象だそうです。ここはね、ハワイオアフ島に工房を構えるハンドメイドハワイアンジュエリー専門店です。で、東京、銀座、横浜、元町、名古屋、栄、大阪、心斎橋、福岡、天神などに店舗がある大きな店ですよ。ベースワンさんは創業が1986年のアメカジ専門店で、メンズレディースのインポート品やオリジナル品もいろいろ揃えてるみたいですよ。洒落た店ですよね。このお店、カスタムスタイルソーカルさんは個人的に裏元町のショップの中で一番イケてるかなと思ったんだけど、どうですかね。
ソーカルってサザンカリフォルニアの略名ですが、扱ってる商品がすごいんですよ。あのストリート系の中でレベル8や、あとねアパレルアクセサリーなんか扱ってるフェイマススターズ&ストラップスさんなどの西海岸カルチャーが一堂に展示されていますよ。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。